運気は停滞しています。大きな変化は要注意の月と心得ましょう。皆さんこんにちは。松本翔雄先生のアシスタントをしております亀吉2号と申します。この動画では2024年2月の運勢、ラッキーフードやラッキースポット、吉方位などについてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで2月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2024年2月の八白土星の方の運勢についてお話しいたします。八白土星の方の2月の運勢は小凶運です。先月まで活発に動いていた運気が停滞してしまい、いい具合に運気が流れない日が多くなりそうです。あなた自身の行動にも影響が出てしまうことから、動きも鈍くなりそうです。何か始めようと思っても腰が重たく、なかなか行動に移せなかったり、チャンス到来という場面でも出遅れてしまうようなことがありそうです。運気がいい時はこのような状態でも動かなくてよかったという結果往来になりやすいのですが、運気の流れが悪い時には動いておけばよかった、もう少し早く行動すればよかったという後悔につながることが多くあります。何かあったその瞬間に行動を早めるということは難しいと思いますので、常日頃からスピードアップを心がけるようにしましょう。これが2月の小凶運の運勢を小吉、中吉へと変化させてくれますよ。もう一つ注意したいことは、大きな変化を起こさないことです。特に転職や引っ越しのような大きな変化は要注意です。今月転職をすると、今よりも労働環境が悪い職場だったり、引っ越し先の近所に問題のある人が住んでいたりし、現状よりも悪い状況になりがちです。またライフスタイルをガラッと変えたりすると、大きな災難に見舞われる可能性もあります。大きな変化を起こすのなら来月にした方が無難でしょう。どうしてもやらないといけない場合もあると思いますので、その場合はこの後お話しする吉方位に頻繁に行ったり、ラッキースポットやラッキーカラーをしっかり取り入れ、日頃から運気を上げておくといいでしょう。2月の金運は小吉、対人恋愛運は小凶、仕事運は小吉、健康運は小凶となっております。この中で特に注目する点は金運です。八白土星が開座する東北には貯めるという意味があります。そのことから、お金を貯めるという行動は運気を上げる原動力となります。一般的なお話ですが、普段よりも手元にお金が多くあると気持ちが良くなりませんか？また余裕も生まれることから、ポジティブな思考になりやすいですよね。2月はこのような状況を作っていただきたいんですね。財布の中に普段よりもお金を残したり、貯金額を増やすための努力をしてみてください。ただ節約ばかりを考えてしまうと、今度はストレスが溜まってしまいます。これでは体調を崩したり精神的に参ってしまいますので、あまり負担がかからない方法を考えてみましょう。そして溜まったお金を使うなら来月と考えるといいでしょう。この心がけで運気の流れはいい方向へと向かっていきます。2月のラッキースポットは寺院です。寺院にはあなたの気の流れを正常にしてくれるエネルギーが満ち溢れています。寺院は神聖な場所ですので、他の月に行ってもこのような効果はありますが、2月は特に強まっています。三重の塔や五重の塔がある寺院がおすすめですので、探して行ってみるといいでしょう。神社と違って寺院は入りにくいというお話をお聞きしますが、寺院も神社と同じように誰でも参拝していいそうです。この後お話しする吉方位にこのような場所があれば、ぜひ足を運んでみてください。2月のラッキーフードは魚卵です。八白土星が開座する東北には数多く集まるものという意味があります。そのことから、魚卵があなたにとってのラッキーフードとなります。イクラのように粒の大きい魚卵よりは、たらこやとびっこのように粒がたくさん集まっている方がおすすめです。子持ちシャモなんかもおすすめです。2月は魚卵を食べて運気をアップさせましょう。2月のラッキーカラーは茶色です。普段身につけるものにラッキーカラーを取り入れることを意識するようにしましょう。シャツや靴、部屋着に茶色を取り入れることで、仕事運や健康運が上昇しますよ。今月から私亀吉2号がおすすめするパワーストーンをご紹介いたします。パワーストーンとは、特別な力が宿っていると信じられている天然石や鉱石を言います。自然の中で数万年の時をかけて作られるパワーストーンには大きな力があると信じられてきました。
こちらでは今月皆さんに力を与えてくれ、そして厄災などから守ってくれるパワーストーンをご紹介いたします。今月ご紹介するパワーストーンはシトリンです。シトリンは黄色く透明な石で、和名を奇水晶と言います。九星気学の考え方で、その月の中宮の星が持つエネルギーを活用することで運気を安定させ、いい気の流れに導いてくれると言われます。2024年2月は豪土星が中宮に開座しています。豪土星の本命石はシトリンですので、シトリンを持つことで運気アップの手助けとなるのです。古くから商売繁盛や金運を呼ぶ石として非常に人気のあるパワーストーンです。この機会に手にしてみてはいかがでしょうか。神宮館オンラインショップでもシトリンを使った商品をいくつか販売しております。ご興味のある方は概要欄からご覧ください。2月の吉方位は南方位、西方位、西北方位の3方位あります。自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると、普段よりいいことが起こると言われています。2月は豪土星が中宮に開座している月なんですが、豪土星は古いという意味を持っていることから、古い建物や遺跡、古墳などを見ると運気が上昇します。自宅から見て吉方位に古い時代の遺跡や建てられてから年数が経っている神社やお寺、定石があれば出かけてみるといいでしょう。また豪土星が中宮に開座している月は暗検察がない月となりますので、普段よりも吉方位が多くなります。2月は自宅から見て吉方位に何があるか調べ、気になる場所やパワースポットがあればぜひ足を運んでみてください。吉方位に行動を起こすことでいい運気の流れを感じられますよ。吉方位の効果があるのは2月4日から3月4日までとなりますので、ご注意ください。ちなみに今回の背景像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め、古い神社を撮影してきました。こちらもお楽しみください。以上が2024年2月の八白土星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどの悩みを松本昇雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話をすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は、一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や、電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方は、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方は、このベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたら、コメント欄にご記入ください。 X や Facebook で毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。 LINE での情報発信も始めました。定期的に開運に役立つ情報や松本先生からのコメントなどをお届けします。概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひ登録をお願いいたします。それではまた来月お会いいたしましょう。